皆さんこんにちは TBC 受験研究会主任講師の鳥島です平成22年度二次試験事例3の解説を担当いたしますのでどうぞよろしくお願いいたしますさて皆さん今年度の問題見ていただいてどんな感想を持たれたでしょうか実は今までの事例3の予見の作り方と若干違うところがございます もちろん同じところもあるのですがそのところも踏まえて予見分析をまず皆さんと一緒にしていってどんな C 社の今後の戦略の方向性をとっていくのかなという概要をつかんだ上で個々の説問の解説に入っていきたいと思います。試験対策としては事例問題を分析していくときにまずは「説問から読んでください」よく言われることですね。限られた時間の中で 作文者が要求していることに対して答えていくためには、説問で問われていることが当然重要テーマになるわけですから、何について答えていくのかなということを概ね掴んだ上で、予見を見ていった方が時間の効率がいいからですよね。その意味で皆さんも、第1問から第4問まで見られたと思います。回答解説編にも 最初の方にですねそれぞれの設問の構造設問構造というのを分析したところがございますのでそちらもお読みくださいでは簡単に設問見てみましょう第1問さあ事例さんではよく問われる第1問がスワット分析の内容を結構ストレートに答えてくださいねというものになっていますただし第1問では自動車業界におけるという制約条件がついていますので できるだけ自動車業界の固有性が高いこういう強みそれから弱みを上げた方がいいとなりますねでは第2問見てみましょう Y 社というのが出てきましたこれは後で余計を読み返すとわかるんですが現状の C 社に対して X 社 Y 社という大きな取引先が2つあるこのうち1つは Y 社の方からの要求があってそこにどう答えていきますかということです その第2問の説問の1ではコストダウンというのがとても重要ですよというふうになっていますのでそこににどういういえていきまますすかとなります一方でその課題を達成しようとするためには問題点となるものも考えられるのでそれを推測してみましょうというのが説問の2となります第3問ではまたまた Y 社なんですけれども Y 社の何を聞いてきているのか先ほどはコストダウンというお話し,しました。 でコストダウンとといいううのはどちらかというと結果なんですね例えば納期の短縮を、ね、考えて改善活動をしていきましょうとかあるいは同じ品質を保ちながらコストダウンをしていきましょうというようなことでコストダウン効率化を図っていきますこの時にまず注目するのが生産の3要素あるいは4要素と言われるもので3要素ならマンマシンマテリアル4要素ならこれにメソッドと いうふうに加わってくるわけなんですねさてもう一つ近年では重要な経営資源がもう一つあるんですそれが情報ということになります五番目の生産要素と言っても言い過ぎではないでしょうマン、まあ、マシンマテリアルメソッドそしてインフォメーションなんですねこのインフォメーションをどういうふうに上手に使っていきますかというのが第三問になります ただ第3問は非常に特徴的でここも今までの年度と出題形式がちょっと違います実は20字を2つ合計で40字しか書かせないんですねなのに配点は20点ととても大きいんですどうしてね字数が少ないのに配点が大きいのかな考えられるのは2つあるんですね1つはサービス問題ですであの少ない字数で そんなに難しくはないけども、必ず取ってねという問題なのか。もう一つは、予見を読んでも、そこからは簡単には回答を導くことができない。いわゆる予見の中の行間を読んでいく力がないと、なかなか答えられないですよ。つまり、字数が少ないけど配点が大きいのは難易度が高いんですよという可能性、いずれもありますね。皆さんはどちらというふうにお考えになったでしょうか。 ここはどちらかというと考えさせる問題と言えると思いますこのお話また後でね第3問の時にしたいと思いますでは第4問ここは何か X 社からの要請による中国進出計画が進展しているもう進んじゃってるんだって言うんですねさて Y 社 X 社とありましたね。XY っていう順番で出てきてくれたら分かりやすかったんですけど Y 社の方が先だった X 社の方が後だった X 社の話の方が戦略性が非常に高いですね ですので後から出てきた第3問の出てくる第2問第3問出てくる Y 社の方は戦術面での対策も当面すぐやらなくちゃいけないという部分もあるのでまあ緊急性という意味から Y 社のお話が先 X 社のお話が後ということに並んでいるのではないかと思われますさて X 社については戦術面オペレーション面で何をしますかというよりもこの X 社からの要請に応えていくためにどんな 考え方で工場運営というよりも企業経営の舵取りをしたらいいですかという風になっています非常に中小企業診断らしい試験らしい内容ですねという風になっておりますえこのことを踏まえつつ予見分析をしていきたいと思いますすでに場書の方後ろご用意してありますので皆さんもご確認くださいさて今回はですね中小企業白書に習いましてサブタイトルをつけてみました 中小企業白書にはケーススタディというのが載ってますよねあそこにはサブタイトルがそれぞれついていますそのケーススタディの用紙が端的に書かれているコンセプトが書かれているということですですので今回私もやってみたんです22年度の事例さんは社長のリーダーシップが導く経営革新というふうにしてみましたさあ皆さん今回の予見を読んでいただいて冒頭で申し上げた 今までの事例さんの出題スタイルとちょっと違うんですよというのにお気づきになったでしょうかそこを板書でもまとめてあります予見分析一番まずものづくり基盤技術を持つ企業であるというのがありますこれは今までと大きく変わらないんです同じなんですね今回の大企業では金属プレスをやっていますよ樹脂成形をしていますよあるいはそれに伴う金型を作っていますよと いうことでこれはもう紛れもないものづくり基盤技術中小製造このものづくり基盤技術というのは一時対策の中小企業経営政策でも出てくるところですので皆さん覚えてらっしゃるのではないでしょうか。国際競争力を強化するために作られた法律に基づいているんですよね。 さてそれでは2番目以降見てみます実はこの2番と3番というのが例年の出題スタイルとちょっと違うところなんです2番組織についての説明が多いこれお気づきになったでしょうか予見の第1段落です1ページ目の第1段落見ていただくと C 社は資本金9000万円というところからスタートしているところですここのの段落の中に C 社の組織には総務および経理機能を担当する総務部等々「部門どんなものがあるんですか何をやってるんですか?」と結構数をいいて書いて書ありますよねご存知のように予見の万葉というのは余計なものというのは基本的にはほとんど削ぎ落とされていて必要なものだけが残っているエッセンスだけが残っていて2ページ3ページと。 いうものですので、書いてこんなに字数書いてあるということは、何らかの経営の方向性に関わってくるのではないかということなんですね。で、こんなにたくさん組織の構造構成について書いてある年度っていうのはほとんどありません。 ですので、ですす。のののこ組織についい、ての説明が多い大きな特徴ですそして3番社長主導で行った社内改革の説明が多いということにお気づきになったでしょうか続きまして1ページ目の第2段落現社長の父親が創業しというところからの段落を見ていただくとえ家電の,の事業でメインで、えー、事業を行っていた時どんな改革を現社長が役員として 活躍し始めたまだ社長ではなかった時の、ね、取締役なんでしょうねの頃の活躍の内容が書いてありますそこを見ますと随分またこれまた時数を割いて社長はこんなことやりましたうまくいきました ISO ね900114001もね取得しましたよなんていうことも書いてあるんですねでその後 第3段落、ところが家電製品の生産が国内から海外に、えー、移転手というところの段落の特に後半部分見ていただくと家電業界の業況外部環境があまり良くなくなってきた、ね、海外移転する親企業が多くなってきたでそれに対してどうしたのか国内需要が少なくなってきたことに対してこの C 社の社長はまたもうひとん張りしまして自動車業界へ事業転換を図った。 どうでしょう。家電業界の時の大きな社内改革、そして家電事業だったもの機会社から自動車業界の企業へと大きくね CFT の F を変えていったわけ、顧客も変えていったわけですよね。それはすごいことなんです。こういうことが書いてありますよ。 これは4番事業転換に成功した実績がある具体的には家電から自動車ですよここまで2、3、4こんなにたくさん書いてあるということ皆さんどうお考えになったでしょうそして引き続きなんです5番目自動車業界にも家電業界と同じ脅威が生じてきてますね自動車業界でも特に駆動系の部品こちらを 中心に国内の需要が少なくなっていくのではないかとなっているわけですさあどうしましょうね。また C 社はそういうことに直面したのは初めてなんでしょうかどうでしょうなぜ2番3番4番というのがかなり字数を割いて説明されているのか お分かりりになりますよね同じような脅威が生じてきているそして今までこういう実績がありますだったら皆さんどういうふうに提案なさいますだから社長のリーダーシップが導く経営革新この経営革新は自,自動車業界に、えー、今ね中心の事業を置いているわけですけどそこに対しての経営革新こういうふうにサブタイトルをつけてみたわけです。 さてもう一つ最後6番の特徴なんですけども取引企業が2社ととと限られているといるうところもポイントです現在の X 社それから Y 社から来ている要請というのは結構厳しいんですよね。もしこの厳しい要求を飲まなくても済むのであるならば他の道があればそちらに行ってもいいかもしれない。だけどこの 取引費を X 社 Y 社の2社のでほとんどの売上の構成比率を占めているかなりの構成比率を占めているわけですよねしかもどちらの要請も結構話は進んできている、えー、従業員数125名の会社ですねこのくらいの規模になってきますともう社長の好き嫌いとかで仕事を選べなくなってきます従業員数が100人以上を超えてきたら その家族の方まで含めて300人400人といった人生を社長さん背負ってますので、ね、今 X 社 Y 社からの要請厳しいなと思っても今の段階ではまだちょっとねそれを断るっていう戦略基本的に取れないですよね。ですのでそれをどうやって上手に対応していくのかというところを特に2問3問4問でそれぞれ考えていくわけなんですね。 でですので基本的にはこの X 社 Y 社からの2つの要請を受け入れるということを前向きに考えながらどう対応していくのかなというのをこちらの予見の特徴を捉えながら一緒に考えていきたいと思います。これが全体の構造でございますのでじゃあ続いて個別の説問に入っていきましょう。それでは第1問です。 1> 第1問にはスウォット分析からのストレートな問いかけですので皆さんのお手元にあります回答解説編前半の方にスウォット分析の一覧表がございますのでそちらをご確認ください。で「S1」とか「W3」といったような記号を使って一部ご説明をしますので表をお手元にご用意いただきたいなと思います。 それでは予見の文章の内容をスウット分析したもの確認してみたいと思います大きく分けますとこの内容は自動車業界に限った強み弱みと自動車業界に限らない強み弱みがあるはずなんですねそして今回第一問では自動車業界というふうに条件がついていますのでそこを漏れなく答えていくと ということになりますでは記号で申し上げますスロット分析の表の中の強みですけれども自動車業界に特に固有というふうに考えるならば一番分かりやすいのは予見のののページ目の下の方ですね家電業界の会社から、えー、自動車業界の会社を紹介されたその時に自動車業界の会社が一時部、えー、会社がこの C 社 いいなと思ったのはどこかというとまず S の5金属プレス加工及び樹脂成型加工の両部門を有しているそして S6 その2つの部門を内製化しているというところですよね。予見重視で考えていくばっかに明確に記述されていますのでそこを拾っていきましょう。 そして S の7生産設備の改良改善技術を有している要するに C 社の方で細かい問題をかなり吸収してくれるだろうというふうに見られたということですよねこれを2つ挙げていきたいと思いますそして他の強みですけれども記号一つ一つは書いておりませんが例えば S1S2 S1 これが根源的ですよね社長の改革推進能力が高いということなんですなぜならば S の 2ISO の取得についてもこれは社長の改革の一環ですよねそれから S ぞ3家電事業が拡大していったというのも社長の改革推進能力の一つですしそれから S の4ねこれ実は経営者としての能力が非常に高いよと言ってるわけです 特に中小製造業では技術畑出身の社長であることが多いんですね。でそうしますと将来を予測していくとか、ね、リスクテイクして進んでいくというところどうしてもね弱みになりやすいですね。ところがここの社長さん、C 社の社長さんはです、ね、そこの予測の能力が非常に高いというのがあります。これは経営者として非常に強いんですね 社長の改革推進能力の源は S4 だというふうに言ってもいいと思います。それから S の8社内技術力の向上を図り自動車業界,、えー、車業界に転換させたこれは、ね、社長の大きな功績ですよね最大の功績と言っていいと思いますこのあたりが特に Y 社との関連の中でもう明らかに社長の強みだよというふうに分かるところですね。<laughs> でえー、そういうところがありますので基本的に社長やっぱりここですそして次弱みの方ですけれどもここにつきましては W 見てみます W の3、えー、受注後の開発設計日常業務などの業務これが金属プレス樹脂製機器部それぞれ担当してますよいろんなことやってるんですね本来の,あのそれぞれの部がやるべきこと以外のこともかなりやっておりますとただそれも それぞれ別々に活動しているところが Y 社からの要請っていうのはその両部門が連携していった方がいいですよっていうことですからそれが今現状ではできていないっていうのは弱みと考えることができるんじゃないでしょうかですので W3W4W5 という中で W3 まずこれが一つありますと。で W の4自動車業 の一次部品メーカー X 社 Y 社の2社で売上の70%構成していますというのはまさに自動車業界に限ったお話ということになってきますそれから W-5Y の社から提示されている厳しい契約単価これは今までのやり方をそのまま踏襲しているだけでは多分これは採算通れないんですよね ということですのでこれも我々自動車部品業界の Y 社からの要請という意味で自動車業界に限るという風になってくるかと思いますさて、えー、自動車業界に限らない方を見てみましょうえー、ここは一部ね自動車業界に限るっていうとダブってくるところもあるんですが将来この C 社が発展していこうとするためにはこの W3 ねこの問題を解決するともっともっと事業領域が広がっていく可能性が 見えてきますのでそこを考えますとやっぱりね W3 のとこでも見ました金属プレス部自主成形部こ負担が大きい負荷が大きいということを独自活動をしているということは中小企業経営政策なんかでも学ぶ新連携とか経営革新の考え方からいっても ね、自動車業界に限らずまあ、見ていった方がいいでしょうで、特に自動車業界にもフォーカスして X 社とか Y 社からの要請と直結するような部分があるんだったらそこはさらに方に拾っていけますよということになりますそれからもう一つこの営業部門がないというのも今のところからポイントになってきますよね現在は X 社 Y 社というね、2つの 取引先で売上構成の70%に書いてあるこれはもちろん自動車業界にも限るところなんですが第4問での海外展開なんかも考えていくとこれは当然ね他の業界にもなんとか C 社の製品を 販売していくということを考えていくいわゆる販路の開拓を考えていった方がいいのではないかその場合現行新規開拓を社長だけが担当していて営業部門たるものが特に C 社にはないこれは逆に言うと取引先が2社にほとんど限られているからというところになるわけですけどもそこはある意味企業の成長性という意味で当然に女子業界にも関わりますが全社的なという意味でもここは問題点として挙がってくるでしょうと。 強みののの方はにに明確にもう自動車業界固有のものが挙げられています弱みの方については総じて言うとこの自動車業界に限らないって書いた方一通りが弱みなんですがその中で、ね、あの X 社 Y 社の要請を考えるとこんな風に拾ってこれますよねという風になって第1問の回答をそれぞれ2つずつ見ていくということになっていきます。 このところぜひねご理解ください。